日差しがまぶしいゲレンデ、札幌手稲区のスキー場です。暖かさに誘われて春スキーや春スノーボードを楽しむ人も笑顔です。暑いけど楽しいです。思ったより暑くて、はい、下に着込みすぎちゃったんで、すごい暑いなと思っています。汗だくです。厚着をすると汗ばむ陽気に、身軽なパーカー姿でスノーボードを楽しむ人も。受験があったんで、今終わって遊べるんで来ました。めちゃくちゃ暑いですね。もう着てないんで、ちょっと汗かくぐらいなんで、このまま行こうかなと思います。今日札幌では午後1時半ごろに 16.9 度を観測。気温が15度を超えたのは今年初めてで、札幌の観測開始以来最速の記録となりました。春のポカポカの陽気の中で滑ると、汗をかくんですね。非常に心地よく楽しくプレーできると思います。札幌手稲スキー場の営業は来月2日までは毎日、その後5月7日までは土日や祝日のみの営業になります。